2014年3月28日、日本で暮らす中国人が、中国のネット掲示板、天外尺に立てたスレッド、日本で最も恐ろしいものは何か?が、ネットユーザーの間で話題になっている。その内容は、以下の通り、日本で生活するようになって1年が過ぎた。異国の地で暮らす私にとって、最も恐ろしい存在は何か。それは、私の周囲にいる中国人だ。来日前、私は言葉の問題から、日本での生活や仕事に大きな不安を抱いていた。だが、実際に日本に来てみると、日本人はとても親切で、どんなことでも優しく丁寧に教えてくれる。困ったことがあったら、周囲の日本人に、助けを求めればよかった。それに比べて、私のそばにいる、中国人の同僚はどうだ。中国人同士助け合おう、なんていう気持ちはさらさらなく、私のことはほっといてくれ。私も君のことには関わらないから、が口癖。ある時、彼が落とした財布を拾って渡した。彼は、ありがとうを、言わないどころか、私のいないところで。あいつ、俺の財布を拾ったところを、他の人に見られたから、仕方なく俺に戻したんだぜ。と言いふらしていた。なぜ、中国人が中国人を、陥れようとするのか、私には理解できない。3、中国人の敵は、中国人か。4、すり寄ってくるな。3、中国人、客は、高い、高い、しか言わないから嫌い。朝鮮人、客は、わかってるぞ、お前のこと知ってるんだぞ。どういうことか、わかってるんだろうな、と脅し脅迫ばかりで嫌い。4、中国人から逃げるの、大変らしいね。5、お帰りください。8、中国人は出身地で派閥を作り、中国籍であっても、出身地が違うと、本当にみたいな感じになる。あいつらは自国民を信用していない。っていうか、現実を知っていればいるほど、中国人とは仲良くしにくいわな。10、オーバーステイした中国人の子供を誘拐して、身の代金要求した中国人が捕まってたな。20、日本で、シナ人が殺された場合、一番最初に犯人として疑われるのはシナ人だものな。22、でも帰国すれば、反日で一つになって、日本を攻撃するんだろ。27、中国人を、部下に持ったことあるが、こういう依頼心が多く、日本人に埋没しそうな奴は使えない。逆に、独立心の多い奴は使える。34、中国人の泥棒はなぜか、中国人の家を狙ったり、中国人による、中国人を対象とした犯罪が多い。俺は仕事先とか、家の近くには、中華屋が多く中国人の知り合いが多いんだが、彼らはよく、中国人は注意して、とか、付き合う中国人を、選んだ方がいい、とか普通によく言う。またある知り合いの中国人は、日本に住んで、20年以上になるが、中国人には、一人も家を教えてないってさ、わら、中国人の、中国人への不審さは半端ないよ、わらわら。46、近所のスーパーで、中国から集団で仕事しに来てる、姉ちゃんの一団が来るんだけど、好き嫌い以前に、とにかく声がでかい。何かいいものを見つけるたび、仲間に何か知らせようと大声で叫ぶ。67、中国人は、文句はまとめて言うやつが多いから、うるさいが、仕事はまあ一緒にやれる。某国人は仕事中、のべつ無関係な、文句を垂れるから、お断りだ。70、あはは、よくわかるわ。中国で暮らすのは大変だ。体力と気力がかなり必要だ。いわば、周りは敵だらけだからな。それと比べたら、日本はなんと楽ちんなところか。74、中国人は、味方、身内、と認めた存在にはとことん、家族としての扱いをするし、そうじゃない相手は、路傍の石ころと同じ。親しき中でも適度に距離を取り、見ず知らずの相手でも、適度に手を差し伸べる、日本人の感覚からすると疲れると思うな。76、中国人には、日本人は親切なのが普通。79、元刑事の坂東が言ってたけど、不法滞在のシナ人が、周囲のシナ人のカモにされるケースがあるらしい。金巻き上げられようが、リンチされようが、警察に駆け込むわけにはいかないから、やられ放題。81、この記事を、真に受けた中国人がいても、中国を、もっと良い国にしよう、とはならずに、中国を出て日本に行こう。ということになるんだろうな。82、日本人が、
海外に行って、一番気をつけなければいけないこと、それは日本語で話しかけてくるやつ。83、本国の中国人でさえ中国人信用してなくて、未だにメイドインジャパンを信頼してる国なんだから。100、中国人が驚くのが、来日する前の日本人のイメージと、実際の日本人とのギャップ。ただ、人によって、日本人大好き、になるパターンと、日本人ちょろい、ってなるパターンに分かれる。後者派どうにかして駆逐したい。114、中国人、として統一されてから、まだまだ歴史の浅い連中だから、当然、115、いい人に会ったことはあるけど、冷たい奴に会ったことの方が多かった。119、香港に行った時、思ったわ。自分は自分、人は人、が徹底してる。みんな悪い奴じゃないんだけど、高層マンションのどの部屋も、カーテンがない。なので夜は、向かいの部屋の中が丸見え。パンツでテレビ見てるのもわかる。だが問題ない。他人だから。他人に自分の裸見られても、電柱に裸見られるのと同じくらい、どうでもいいらしい。日本人は、周りを気にしすぎなのかもしれないけどな。142、中国本土にいる中国人と、日本にいる中国人では、競争が違う。人を騙し続けて生きてきた人間と、人を信用するようになった人間の違いは、こういうところに現れるんだよな。160、同じ反日国家でも、韓国と中国は全く違う。中国人とは、誤解さえ解ければ仲良くやっていけるが、韓国人とは永久に不可能だ。174、東京には、合法的には、10万人、実数は、20万人の、中国人がいる、陸上自衛隊に匹敵する数だ。